はい、はい、どうもポルポです。アキです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆様、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。ちょっと一緒に行ってもらってよろしくお願いします。去年本当大変でしたね。2020年はね、大変だったんですけども、うん、まあでも最後サプライズで、うん、いいことがありましたよね。びっくりしましたね。まあちょっと視聴者の方、気づいてる方もいると思うんですけど、実はですね、12月の13日かな、うん、普通に営業していたら、うん、なんと、うん、トンネルズの石橋貴明さんが来てるんですよ。すごいよ。あの、タカチャンネルズのコーナーで、東京アラートラン、うん、まあ要はコロナで飲食店が苦しんでるところを、タカさんが忖度なしの食レポをして救済するっていうコーナーがあったんですけど、素晴らしい。それにうちが出演いたしました。やった。本当にびっくりしてるね。びっくりなんてもんじゃないよね。言葉なくしたもんね。あれもう僕ダメ元で応募してみたんです。そしたらまさかのね、まさかの、来てくれたっていうか、聞いてはいたからね、メールしてみたんだみたいな。そう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 、頼ませて。皆さんよかったらそちらの方もチェックしてみてください。概要欄にも貼っておきますので。それはそれなんですけど、はいはいはい、そちらの動画ご覧になったかどうか分かんないですけど、はい、ポルコさん、はい、顔めっちゃ出てますよ。まさかあんな形で顔出しするなんて思わなかったですね。っていうのもあるので、今日はちょっとそのそれ以外のサプライズということで、ちょっと重大発表なんですけど、私顔出しいたします。やっと。本当はね、自分の中のルールで登録者数が1万人いったら顔出しようっていう決めてたんですよ、本当は。自分の中で。ただもうね、あんなにサプライズがあって出ちゃったんで、もう、ね、出ます、私顔出ししますので。ただこの顔出しはちょっとこの料理の動画の最後の顔出しをしていただきますので、よかったら最後までご視聴ください。よろしくお願いします。今日はあのモーレソース、モーレソース、さっき言ったタカチャンネルズでタカさんが絶賛してくれたあのビネガーのソースがあるんですけど、野菜の、うん、それを今日はちょっと作ってみたので、うん、はい、人気あるしね。そうそうそう、ちょっと、うん、じゃあいつもの今年一発目の調理スタート作りをお願いします。じゃあそれでいきますよ、はい、2021年もよろしくお願いします。では料理スタート。
はい。はい。じゃあ、お疲れ様です。できましたね。できましたね。早速持ってきちゃいますね。はい。よろしくお願いします。はい。はい。はい。じゃあ、お待たせしました。はい。お疲れ様です。ありがとうございます。ういっと、すごい。見えますか？見えますか？じゃあ、早速。はい。いただきますね。はい。よいしょっと。よいしょっと。よし。うん、これほんと美味しい。はい。ポリコさん。タイミング悪い。ちょっとすいません。サイルディッシュ。豚肉ってちょっと油っぽいですよね。そうですね。うん、でもね、これがね、あると。うん。うん。すっごいさっぱりしますよ。うん。うん。だからこのオーガニックビネガーのおかげですよね。でしたこの野菜も辛みが抜けるまで水でさらしてるんですごい食べやすいです。僕玉ねぎ苦手なんですけど、うん、これ全然食べれるんですよ。でピーマンも多分苦手な人いるかなと思うんですけど、うん、全然苦味もないし臭みもないしトマトのさっぱりした感じもあって、うん、すごい食べやすいです。これ油っぽいものだったら多分何でも合うんですと思うんですよ ね、うん、サラダとかにもね、サラダねかけてもドレッシングになりますしね、うん、なんか海鮮とかにも刺身とか本当にかけてもそのままマリネっぽくなって美味しくなるし、うんうんうん、結構万能なソース、万能、うん、高さんも絶賛してくれたしね、絶賛してくれるだからね。嬉しかったな、うん、嬉しかったね。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。チャイルディッシュ。まあそろそろですかね、はい、そろそろお時間ですかね。何のお時間ですかね。あ、もう察しですよ。本日ね、特別ゲストが来てます。顔出しのお時間です。じゃあ、ポリコさん、お願いします。はい。どうも。はじめまして、ポリコです。いつもチャイルディッシュをご視聴いただきありがとうございます。かっちり見ないかもしれない。出ちゃいましたね。出ましたね、ついに。この時を待ってましたよ、私は。ついに出ましたね。いやー、こんな感じなんだ。こんな感じですし。視線が低い。でも、ちょいちょいね、出てたけど、ね。そう、うん、実はね。うん、タカチャンネルはもちろんがっつりですけど、その前で、浅井サングリアの時とかも。出てるね。うん。多分、後で見てもらえればわかりますけど、あとは、ちょいちょいね、普通の食レポの時も、うん、顔が出てるし。そう。顔出すって恥ずかしいね。そう普通に。よくやってたね。それやらせたけど。いや、1万人行ってから出そうと思ってたんですけどね。うん、まあ、もう、タカチャンネルで、うん、まさかの顔出しせざるを得なかったんで、うん、まあ、もう、いいかなと思って。うん、向こうの方だともう60万人ぐらい見てるから。うん、そうだね。現時点ではね、うん、確かにそうですね。今年から顔出ししましたので、皆さんどうぞよろしくお願いします。はい。そうですね。飲みますか？飲みますか？あ、じゃあね、記念にね。じゃあ持ってきます。はい。よろしくお願いします。はい。ね、はい。おいっす。あ、そうですか。ほら、ほら、ちょっとほら、反応されて。反応しちゃってるね。うん。よっしゃ。じゃあ、行きますか。行きますか。はい。じゃあ、何行く？何で行く？なんか、乾杯の温度。あ、乾杯の温度みたいな。
言っちゃいますか。何回も言ってるけど、じゃあまあやっぱり普通にね、うん、新年なんで。そうですね。何度も何度も言いますが、本当にでもよろしくお願いします、ね。よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ、いただきます。乾杯。はい。よし。マッサージ。マッサージ。温度差。しんどいね。しんどいよ。いつも頑張ってたんだね。いやー、俺今年で一気すると思わなかったからやってるなと思って。一気し終わったとすぐマスタング出ないね。でね、あの、うん、出てるでしょ。そうそうそう、ラップとかしないね。もうカッて殺してる、カッて殺してるもん。いや、びっくりした、すごい。いつだかの、あの歌舞伎風みたいなやつ、はいはいはい、あれ一番しんどかったもんね、歌舞伎マスタング。どうなんでしたっけ。マスタングってやつ、あれ一番しんどかったもん。でもあれが一番コメントで結構なんか今までマスタングで一番好きみたいなコメントとか結構いただいてますよ。求めマスタング良かったです。まあそのうちあのマスタング特集みたいなのちょっと作ってもいいかなみたいな。あのでもすごい印象残ってるのはカンボジア人ですけどね。ね、まあ確かにシーハンやばかったよねあれね。ゲストパンチあるからね。うちのゲストみんなね。グローバルだね。うん、いや今年もどういう、ね、人たちが来てくれるのか。そうだね。なんかリクエストがあればね。うん、私出たいとか、うん、僕出ますよみたいなのがあったら本当に本当に出しますよね。うん、本当に出します。本当に出ていただいて自分の仕事とかなんか宣伝していただけたら、うん、僕らもその日ねなんかね、なんかね、うん、あのやってよかったなって思いますし、うんうん、なんか力になれたのかなと思うので、うん、ぜひぜひね。ぜひやりますんで。はい。NG の人います？業種で。業種で NG ですか、はい、全然飲んでも大丈夫です。大丈夫ですか、うん、わかりました。殺しやんないで。ちょっと見たいけどね。殺し屋ってどんな感じなんだろうみたいな。ちょっと怖いね、やっぱり。まあ、いないでしょうね。サイルディッシュ。いや、まあ、そんな感じですね。そんな感じですね。はい。じゃあ、今年一発目の締めの俳句を。はい、ああ、俳句。もう整ってますか。まあ、まあ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 大丈夫です。いやちょっと字余りですけど。字余り、ああいいんじゃないですか。いいですか。はい。じゃあちょっと楽しいですね。じゃあ行ってみましょうか。はい。じゃあ毛量ソース。あ、行くぞ。締めの一句。どうぞ。タカチャンネルズ。ポルコの顔出し。めでたいな。な。タカチャンネルズ。ポルコの顔出し。めでたいな。な。はい。なんだ、時事ネタを並べましたね。そうね。まあでも、めでたいしね。めでたいしね。確かに。ありがとうございました。本当に何度も言いますが、今年も一年よろしくお願いします。